次はですね、西暦500年から800年頃のプレインカ時代に作られたものとされる、うん、コロンビアの黄金ジェット、うん、これね、すごいですよね。あの有名なやつか。あの黄金バットじゃないですよ、これですね、うん、この有名なやつね。鳥や昆虫を模したあの装飾品だとされますが、うん、飛行機をモデルにしたものであるとの説もあるようですということで、こういうのがね、たくさんあるんですよね。これね、これはね、飛行機、古代にあった飛行機じゃないかみたいなね。これはね、あのすごいのとすごいのを足したキメラみたいなもんだと思う。キメラ、あ、他の動物同士ですか。うん、なんかあのこれね、スペースシャトルに見えるっていうふうに話題にしてるんですけど、見えはするけど、なんか鳥か魚か昆虫の形だっていう説もあって、で、南米に生息するナマズの一種であるプレコじゃないかっていうね。プレコかわいいよね、うん、でもこれ、でも先生に言わせてみれば、これプレコでもないと。なんか2つの生き物を合わせたものだと。うん、例えばさ、うん、日比さんと鳥の翼が生えてるとかさ、そういうキメラみたいな、うん、すごいのとすごいのを足してさらにすごくなったみたいな、あ、なんかそういうものじゃないかなって気がする。なるほどね、だそうです。